トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月27日金曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は曇り、先ほどまで小雨がパラパラ降っていまして、雨の止むのを待っての車外になります。まだ上空には黒雲、いつ雨が降ってきてもおかしくありません。風は1メーターか2メーターの北の風が吹いてます。出社口を開けまして車外を開始します。今日は外も暗いし、急車の中も暗いので、鳩の出はまあいつもよりも悪いような気がします。外に出てきた鳩もまだ飛び上がらないですね。だいたい15秒から30秒ぐらい間に飛び上がってるんですけども、今日はどうでしょうか。まだまだ屋根の上にこう鳩がどんどん映ってますんで、そのうち元気のいいのが飛び出すとみんな飛び出すんじゃないかなと思います。あ、やっと飛び出しました。今日も30秒ぐらいこう出社口開けてから飛び出すまで時間かかってますね。飛び始めたら次々に飛び始めてます。外に出た鳩たち、今日も元気良さそうな霧もみをしながらの飛翔です。まだまだ飛ばない鳩がいますので、これから厩舎に入って追い出しを行ってきます。飛翔を開始しました鳩たちです。追い出されて上空に上がって一段となって飛び始めてます。今日は天気があまり良くないので、こう遠征に行くような雰囲気じゃないですね。急所の周りのこう旋回、それもそれほど高い位置には登らないですね。やはり天気のいい時とこういう曇ってる時、飛び方だいぶ違うようです。今日の朝の急所の中の気温 23.5 度、湿度 78%。 ちょっと動くとなんか汗がにじんでくるような、割と蒸し暑い感じの朝です。こういう時って鳩飛びにくいでしょうね。もう昨日みたくもっと気温が下がってくれれば飛びやすくなるとは思うんですけども、まあまあ元気よく飛び始めた鳩たちです。車外を開始しまして20分経過しました。鳩はやはり遠征に行かず厩舎の周り、ずっと旋回してます。この時間帯になりましたので、鳩は一旦降りて休憩したいというそんな気持ちになってんのかななんて、感じる飛翔です。よく遠征に行って、まあ、20分とか30分で戻ってきますけども、そんなイメージですかね。ああ、やっと厩舎があった、自分の住処が見つかった、ちょっと羽の羽ばたきを緩めるという感じの時間帯みたいです。まだ20分ですから、これで降りてくるとは思えないし、これで降りてきてもらっては困るので、もう少し飛び回っていて、欲しいです。ただいまの時間7時になりました。鳩の飛翔時間は40分経過。あまりこういい飛び方ではないんですけども、まあダラ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 しながら、今だ飛び続けてます。時々ビューっていう瞬間もあるんですけども、まあ基本的にはなんかダラ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 低いところを飛び続けてます。もういつ降りてきてもおかしくないんですけどね。なんかこう低空ぐる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 回ってる感じ、そんな感じです。今日は他厩舎の鳥も遊びに来てくれませんし、どうもうちの鳩単独でこのまま飛び続けてるようです。こういう時他厩舎の鳥がこうピッて寄ってきて一緒に飛ぶと気合が入ってもうちょっと元気に飛ぶとは思うんですけども、少し離れたところまでは行くんですけども、飛び方としてはもうダラダラ
当に鳩なり馬なり、濁を踏んでる感じ、なんかそんな感じの飛び方です。ただいまの時間7時半になりました。だら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 飛んでいた鳩が今降り始めました。今日の飛翔時間は70分。部屋の中からもうずっと見ていたんですけども、なかなか降りてこないし、飛び方はダラダラだし、まあ気合いのない、ただただ飛んでいただけという70分間でした。これでも飛ばないよりはいいのかななんて思って、眺めてます。入社口の方はもう開けてありますので、降りてきた後は、厩舎の中に入ることができます。ただまだ入る気持ちがないみたい。入社口の方に鳩が寄っていかないですね。屋根の上でしばらくこのまま遊んでいるようです。今日も5時半頃から社外したいなと思って、外を見てましたら雨がポツポツ降ってるんですよね。今日はやめようかななんて思いながら、雨雲レーダーを眺めてましたら、お、切れてくる、曇りになるということが分かりましたので、少し雨の止むのを待っていましたら、ポツポツ雨が止んでくれました。今日は曇り空でダラダラ社外、猛禽も他厩舎の鳥も来ませんでしたから、マイペースで厩舎の周りを飛び続けてました。こういう日もあるのかななんて思いながら、鳩を眺めてました。明日も天気悪いのかな、ちょっとぐずつく日が続きそうなんですけども、まだ気温が高いので、今度朝それほどの雨じゃなかったらば雨降りの社外もしてみたいなと思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたい、よろしくお願いします。失礼します。